日本近畿地方大阪府堺市南区南区は堺市を構成する7つの区のうちの1つ。2006年4月1日に堺市が政令指定都市に移行し、堺市役所、南支所管内の区域をもって南区となった。大阪府を代表するニュータウンの一つである仙北ニュータウンがあることで知られる。最近はニュータウンの老朽化、住人の高齢化、 人口減少が進んでいる。2009年8月1日時点で、死所行政時代を含め、常に市内主位だった水系人口を北区に抜かれた。石津川、和田川の新植国はそれぞれ上上や和田谷と呼ばれ、古くからの集落が形成されている。丘陵部の中原から先端にかけて広がる仙北、ニュータウンは、これら二つの新植国によって泉が丘、津が、 光明池の三地区に分かれている。政令市昇格前、区名に対する住民投票の結果では、仙北区が大半を占めたが、堺市は、他地区を東、西、北などとするのと統一性を取るため、最終的に南区とした。区長手塚山学院大学泉が丘キャンパス、泉が丘駅前泉が丘広場専門店街津が、三木田駅前光明池駅前路線バス。 夜行高速バスシニア急行バスゆかりのある人物を含むありがとうございます。